ドリーナ・マッケニットは、カナダ出身のシンガーソングライター、ケルティック・ハープ奏者。ケルト音楽を中心に、アジア、アフリカ、スペイン等様々な地域の民族音楽を持ち込んだ、音楽を志行している。マニトバ州モーデンで、アイルランド及び、スコットランド系の家庭に生まれた。1981年に、オンタリオ州に移る。1985年、自主レーベルのクイーンランドロードから、 デビューアルバム、エレメンタル発表。キャリア初期は、トラッドソングを中心に歌っていたが、3作目の、パラレルドリームスは、半数以上の楽曲がロリーナのオリジナルで、以後、オリジナル曲の比重が増していく。その後、ワーナーブラザースレコードと契約し、1991年に、同社からの第一弾、アルバム、ザ・ビジット発表。同作は、ジュノーショーのベストルーツ。 トラディショナルアルバム部門を受賞し、ビルボード氏のニューエイジチャートで3位に達する成功作となった。また、収録曲、ボニー・ポートモアは、1994年公開の映画、ハイランダーさん、挑戦次第決戦のサウンドトラックで使用された。1993年、アルバム、マスクミラーを発表。一部の楽曲をどうなるラニーと共同プロデュース。 同作も再び、ジュノーショ賞ベストルーツ、トラディショナルアルバム部門を受賞し、さらに、アメリカでも、ビルボードを200へのチャートインを果たす。同年、マイク・オールドフィールドのヨーロッパツアーに前座として、同行。1994年、映画、サンタクローズに楽曲が使用される。以降、アメリカ、カナダでは、多くの映画や、テレビドラマで、彼女の作品が使用されることになる。 1995年、チーフタンズと共に日本公演を行う。1997年、アルバムザ・ブック・オブ・シークレッツを発表。元ペンタングルのダニー・トンプソン等が参加。同作はビルボード200で最高17位という大成功を収め、同作収録曲マルコ・ポーロは日本では愛・地球博と連動したオムニバスアルバムラブ・ザ・アースにも収録された。 シングル、ザ・ムマーズ・ダンスは、A、B でもヒットを記録し、全世界で300万枚の売り上げとなった。彼女の最大のヒット曲、代表曲である。また、女優として、BBC 制作のテレビドラマ、スクリーン2、ヘブン・オン・アースへの出演を果たしている。1998年、婚約者を水難事故で失う。1999年、ライブアルバム、ライブイン。 パリトロントを発表し、チーフ・タンズのアルバム、ティアーズ・オブ・ストーンにも参加したが、以後、自己名義での音楽活動を停止。婚約者の死のショックが原因とされている。2004年、カナダ勲章のメンバーを受訓。2006年、9年ぶりとなる、スタジオアルバム、アンシェント・ミューズ・古代の女神を発表し、活動を再開。2008年、ディズニーのアニメ映画、 ティンカーベルのために楽曲を提供し、ナレーターも務めている。2010年2月12日、バンクーバーオリンピック会開会式に登場し、ザ・オールド・ウェイズを歌唱した。同年、アルバム、ザ・ウィンド・ザ・トシェイクス・ザ・バーリー・ムギの方を揺らす風を発表。その他、ケルト系を集めたオムニバスアルバムの多くに、彼女の曲が収録されている。ありがとうございます。